パウルス五世は、ローマ教皇。シエナの名門ボルゲーゼ家の生まれ。本名は、カミロ・ボルゲーゼ。教会の権益を擁護すべく、ベネツィア共和国やイングランド王ジェームズ一世との交渉を繰り返した。ローマへ逃れてきたカミロ・ボルゲーゼは書類にしばしば、ローマ人と記していた。彼は、ペルージャとパドバで法学を学び、1596年7月。 クレメンス発生によって、数奇教に選出された。1605年5月、レオ11世異没後の教皇選挙ではボルゲーゼが、カエサル・バロニウスやロベルト・ベラルミーノなどの早々たる、教皇候補者たちを押しのけて、新教皇に選出された。これは、彼が中立を保ち、特定の派閥と密着していなかったことから、諸勢力から、妥協案として受け入れられたのである。 彼は非常に厳格で一度決めたらやり遂げる性格であり、外交家というよりは、教会の権益を擁護する法学者というタイプの人物であった。彼がまず取り組んだのは、トリエント公会議で、司教は担当教区に定住することが義務付けられたことを受けて、ローマに滞在していた司教たちを、該当教区へ返したことであった。教皇は、 教会司法権の問題をめぐって各国の政府と争った。特にベネツィア共和国とは徹底的に争った。これは聖職者に一般法廷で裁かれない特権を与えるべきだとする教皇の主張に対してベネツィアが反教皇の表明といえる二つの法律を制定したことが発端である。その法律とは一つは聖職者への不動産譲渡の禁止であり、 もう一つは、教会の新規建築に政府の許可が必要であるとしたものであった。それを受けて二人の聖職者が有罪宣告を受け、投獄されたため、教皇はその釈放を求めた。その頃、ベネツィアでは、教会法学者、パオロ・サルピが論人を張って、共和国を弁護していた。教皇は、 最終的に1606年4月に、ベネツィア共和国を破門して、政務停止命令を出した。共和国内の聖職者たちは強行に反対して、共和政府を支持したが、イエズス会員、ティアティラ会員、カプチン会員だけは強行を支持したため、共和国を追放される浮き目にあった。ベネツィアでは、政務停止を無視して、ミサが続けられ、 キリストの生態の祝日が見せつけるように大々的に行われた。1607年3月にはこの争いにフランスとスペインが朝廷に乗り出した。ここにおいてベネツィアは法案の撤回は拒否したが教皇と争うつもりはないし教皇へは変わらぬ忠誠心を持っていることを強調した。またイエズス会を反政府分子として禁止した。 妥協を迫られた教皇はここにおいて批判を撤回せざるを得なかった。教皇の代替的な教皇姿勢はイングランドの恩恵派カトリック信徒を窮地に追い込むことになった。7月9日に教皇はイングランド王ジェームズ一世に出した書簡で3年遅れながらその王い継承を祝いカトリック過激派信徒が王と議員の暗殺を企てたとされる火薬陰謀事件に 遺憾の意を表している。教皇は、ジェームズ一世に、少数のカトリック信徒の罪によって、多くの無このカトリック信徒を苦しめないでほしいと願い、信徒に対して、常に王に忠誠であるよう命じることを約束している。しかし1606年9月、ジェームズ一世が、国民に要求した忠誠の誓いの文章には、当時のカトリック教徒にはとても受け入れられない情報が、 含まれていた。結局、これに従うものと従わないものとで、イングランドのカトリック教徒を分裂させてしまうことになった。また、数奇教、ロベルト・ベラルミーノの書簡が教皇とジェームズ一世の間の溝を深めた。それは、ベラルミーノが、イングランドの司教ブラックウェルに対し、国王への忠誠を誓うことは教皇をないがしろにするものだという内容のものであった。 これが1608年には、ジェームズ一世の書簡に引用されるほどに論議を読んだため、ベラルミーノは国王に書簡を送って、これを釈明している。教皇は、ガリレオ・ガリレーとも対面している。まずベラルミーノ数奇教に説得させ、次には自身でコペルニクスの地動説を擁護するような発言は、控えるように悟している。ガリレオは、 当時すでに話題の人で論議を呼んでいたのである。ローマでは、教皇は、サンピエトロ大聖堂の建造を急がせ、バチカン図書館を充実させた。また、ローマの街に、多くの噴水を築き、サンタマリアマジョーレ大聖堂に、ボルゲーゼレーハイドを作らせている。彫刻家、ジャンロレンソ・ベルニーニア画家、グイド・レイニのパトロンでもあった。 その他の教皇の自責として、カルロ・ボロメオの劣勢や、フランシスコ・ザビエル、イグナチオ・デ・ロイオラの劣服などが挙げられるが、彼も、時代の制約を免れ得ず、ネポティズムに従って、親族を盛んに教皇庁に登用した。特に数奇教に挙げたオイノスキピオ・ボルゲーゼが権力を、欲しいままにし、ボルゲーゼ家の台頭を進めた。家計は違うが、 後に教皇に選出されたアレクサンデル7世はパウルス5世の大追いにあたる。日本人との関わりについてみると、1615年に、慶長剣王施設の発生くら常ながらが彼に越見している。ありがとうございます。